ミラージュ G8 上が G801、下が G802 脱走ミラージュ G はフランスの脱走者製の軍用機である。1960年代にフランス国防省より可変翼機の開発を要請された脱走が開発したものでミラージュシリーズ唯一の可変翼機である。離着陸時はほぼ直線翼として、巡航時は平面形状は微翼と一体化して、 デルタ翼にするという意味では、回マイナス14の可変翼と共通性がある。飛行試験では良好な結果が得られたが、可変翼独特の稼働機構の複雑さ、強度確保の必要は、重量や工数など、諸コストの上昇を招き、また、経済情勢の悪化もあり、計画がキャンセルされた。1964年、国防省が可変翼機の研究を求め、 1965年6月、ダ脱走の提案したミラージュ 3G の開発が始まった。同年10月、イギリス・フランス可変翼機計画で、AFET 共同開発機にミラージュ 3G が提案され、ミラージュ G として開発されることとなった。ミラージュ G は、ミラージュ界1のような機体構成の交代翼主権機ミラージュ3界2を元にした複座の可変翼機で、エンジンは、 プラットホイット 2TF31 を搭載していた。ただし、機体規模はミラージュ海1よりも大きい。主翼は全延降体角20度、55度、70度の3段階に変化した。1967年11月18日に発、飛行し、マッハ2.1の最大速度、回マイナス8クルセーダーの倍の紹介時間。 短距離離着陸能力など可変翼採用による優れた飛行性能を実証した。しかし、初飛行に先立つ1967年7月に、フランスはアファグ計画から撤退していたので、1968年に開発が中止された。ミラージュ G の成功を受けて、ミラージュ G4 が計画された。ミラージュ G4 は複座の長距離攻撃機で、 長距離偵察や電子戦も行える機体とされた。最大速度はマッハ2.5超音速の低空侵入能力を持ち、核兵器や大量の通常兵器を搭載できることが求められた。エンジンはシャルル・ド・ゴール政権の自主外交路線により、アメリカへの依存を避けるため、性能の低下を感受しながらもアメリカ製の P&WTF-31 から、 国産のスネクマーター 9K52 に変更された。さらにその後、TF30 に迫るスペックを誇った、スネクマ M53 にへの換装が予定されていた。1968年5月に起こった、パリのデネストで、国内経済が悪化したため、試作機が完成する前により簡素な、迎撃機ミラージュ G8 の開発へと移行した。ミラージュ G8 は、ミラージュ G4 を、 簡素化した迎撃機である。コスト削減のため、迎撃戦闘機専任として短冊化し、対地攻撃のための複雑で高価な電子機器を搭載することを諦めた。さらに、長距離攻撃には必要だが、迎撃任務には必ずしも重視されない、高続性能を打協した。エンジンは、量産型では M532 を予定していたが、試作機は、 アター 9K50 のままで製作された。1971年5月8日に試作1号機が初飛行し、1973年に試作2号機が当時のヨーロッパでは最速となるマッハ2.34を記録した。しかし、可変翼機構の複雑さによるコストの高騰や第一次、オイルショックによる経済情勢の悪化のため、ついに計画は中止された。 本機の開発遅延により、フランス空軍は、ピンチヒッター的存在であったミラージュ海一を、主力戦闘機として採用することを余儀なくされ、本命の次期主力戦闘機として、ミラージュ2000の開発を急ぐことになる。ミラージュ2000は、本来は、本機のために開発された、スネクマ M53 エンジン単発として、流用するなどして、開発期間の短縮に努めた。なお、 脱走者は、双発の大型戦闘機開発計画に未練を残しており、M53 エンジン2機をパワープラントとするミラージュ4000を改めて開発した。本機のみならず、世界各国で問題となった可変翼の採用を取りやめ、よりシンプルなカナード付き固定デルタ翼形式とした。しかし、フランス空軍の採用はなく、 イラクやサウジアラビアを想定した輸出計画も頓挫した。ミラージュ 3G、ミラージュ GETF30 を1機搭載。複座型ミラージュ G4 スネクマーター QK50 を2機搭載。複座型ミラージュ G8G4 を簡素化した迎撃機器。単座型ミラージュ G801。ありがとうございます。